皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、彼氏のわたるくんに女装をさせます。以前から視聴者からコメントで、わたるくんの女の子になった姿見てみたいとか、いろんな方から結構いただいてたんですよ。なので今回はあのイケメンなわたるくんがどこまで女の子になれるか検証していきたいと思います。で、今回女装専門のプロの方々にわたるくんをプロデュースしていただくんで、そのお店さんに後ほどわたるくんを連れて行きます。で、今回ですね、わたるくんにはその女装をさせるっていうのは伝えてなくて、とりあえず公園に来てっていうこと言ってるんで、わたるくんは自分は今日何をするのかって多分分かってないから、まあ、その反応も見ながら動画を楽しんでください。では行っていきましょう。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんとわたるです。実はですね、まだ今日何をするかわたるくんに伝えておりません。なんか楽しいことするの？もしかして今日はですね、ぼったくりバーに突撃します。ぼったくりバー行くの？うん、無理無理無理、それは無理。いや本当に本当に無理無理無理。どっちのリアクション今これ、何カメラ外のリアクション？隠しカメラをこうやってポケットに忍び込ませといて、わざとキャッチに引っかかって、でお会計の時に、なんでこれ高えんだよみたいな、ぼったくりだろっていう、それを成敗しに行くっていう動画。今日はマジで知らないところ行って釣って詰められるというか、怖い思いするんでしょ。うん、無理で、なんでそんなすんの？行く行く。いや本当に無理、 YouTuber 範囲になってるから。やめろ、ちょっと待って、本当に。え、もう帰る、無理。ねえ、なんで逃げるんだよ。ちょっと嘘嘘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 です。戻ってきてください。嘘嘘で嘘で嘘。いやマジでやばい本当に。ただ、うん、今日わたるくんを新しい世界に導く企画でございます。え、それは、いや本当ぼったくりば行くんでしょ？行かない行かない、本当に行かない本当に行かない、それは違う。な、目閉じて。本当に目閉じる、はい、目閉じて、はい、じゃあ今から目的地に行っていきます。じゃあちょっとこっち立って、目的地の目の前到着したんで入っていきます。え、突んないよね。だから信頼してくださいよ。マジで怖いんですけど。はい、じゃあちょっとここ、あーごめん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 。今エレベーターの中入ったんですけども、わたるくん目開けていいよ。あー終わった。マジ、本当に、しかもお水書いてないじゃん名前。あー終わった。やばくない？真っ暗だよ。いやマジで無理なんだけど。え、じゃあ今からその目的地の階に行きますね。はい、4階。はい、終わった。はい、目閉じて、もう一回、もう一回目閉じて。はい、ここ、ここ、なに、あ、マジでやべえ、ちょっと、まだ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 、目閉じててよ、まだ目閉じててよ。はい、じゃあ今から入っていただきます。いや、待って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 、大丈夫大丈夫。はい、じゃあこれをガチャって引いて。はい、まだでも目閉じて、まだ目閉じてよ。マジで、まだ目閉じて。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、ちょっと、じゃあ、わたるくん繰り返して、目を開けてください、どうぞ。ゆうちゃんの、今日はですね、わたるくんに女の子になってもらいます。ちょっと待って、理解できてないから見てください。今日は女装をさせてくれるプロの方々がいるお店、女の子クラブさんにご協力の上、今回わたるくんを女装プロデュースします。あー、そういうことね。スケールでかすぎじゃない？俺がじゃあ今日完璧なもうフルモデルチェンジする。フルモデルチェンジだから、もう本当にあえて化粧台とかもあるし、完璧な女の子に今日はなれるから、わたるくんがこの見た目からね、どれだけ可愛い女の子になれるか今日は検証したい。多分無理だと思うよ正直。どっちかっていうと多分ガタイいい方だからね。いいもんね。まあお任せしましょうよ。うわ、別の緊張だったぞ。ではですね、今日わたるくんにメイクをしていただく方をご紹介します。女の子クラブのまあさんです、どうぞ。あ、どうも、はじめまして、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、こちらのまあさんにわたるくんをもう全てフルモデルチェンジをプロデュースしていただきます。はい、どうですか？ちょっとマスクどうですか？いけそうですか？いけますよ、だってそもそもひげ、青みがないので、まずメイクしやすいので。脱毛してるの。そう、なんか天に美意識高いんですよ。大丈夫です、ありがたいです。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら今回わたるくんはメイクしていただくときは鏡を見ないで、で最後完成したときに鏡を見て、チェンジ後の自分の対面してリアクションしてもらうっていう感じで。心踊ってるんだよね、ちょっと。ほんなんだよ、なんだよ。じゃあとりあえず先に着替えていただくって感じで。そうですね、どう洋服にするかというところから。なんでこんなリビルって女性の服をお借りすると。そうそうですね、はい。ストッキングとブラジャー気をつけてもらいます。ブラもつけるの？フルモデルってそういうこと？そういうこと。もうすごい、わたるくん、どう？これは何カップ用なんですか？何を貼ってんの？これだと B の80。すご
ごい結構大きめに。じゃあ何買ったの？この青で、はい、これでいきましょう、はい、下着も一緒なので。あ、下も下も全部だから全部そんな生半可な気持ちいないで。大丈夫ですよ、ストッキング履くんで。すべてこれを捧げてください。今日はでは、じゃあ渡るくん、はい、着替えをお願いします、はい、お願いします。楽しみですね。楽しみです。いや、なかなかあのがっつりこうひげもないっていうのは楽ないっていうのはそうですか。今日はですね、青木かのんはあのカメラマンに行ってします。これがメイク道具ですね、はい、ちなみに、はい、なんかあのマンさんは化粧とか、まあ、そういうのをし始めたのっていつ頃からなんですか？何年前から？ここ働き始めてからなんで多分1年半ぐらい前。あ、ほんとごく最近？ごく最近です。別に隠してはないんですけど、はい、2回目の成人式で何かやりたい。40になります。え、今40なんですか？全然見えない。41 41? 全然見えないですね。2回目の成人でなんか全然違うことしたいなっていうのがあって、はい、まあ、昔からちょっとなんか忘年会の時はやったんですけど。あ、なるほど。ここからちょっと本格的。全然分かんなかった感じです。ビビりましたね、今リアルに。皆さんぜひ遊びに来てください。終わったしたら着替えるの疲れた。あ、お疲れ。そしたらじゃあ3、2、1で開けるから準備してね。じゃあいきます。3、2、1どうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あれ、はい、OK です。そしたら今から渡るくん化粧していきます。まずメイクの前なんですけど、あの、はい、ウィッグを、髪の毛があるとウィッグが取れちゃうので、これでもう止めるようにします。そうです、そうです、はい、変えて。そうですね、そうですね、はい。大丈夫かな、これ視聴者が渡るファンが今渡るくんが化粧されています。もう少しかかると思うんで、時飛ばしをしながらお届けします。もうちょっと私も待ちます。楽しみ。おお、なんか変わってきたよ。渡るちょっとこっち向いて。つけまですかこれ？はい、そうです。おお、変わってる。どう渡る？あ、それ渡る見えないんだ。全然わかんない。なんか目になんかついてるのわかる。すごい、おじさん興奮してきちゃったよ。おじさんじゃねえだろ。涙袋ですね、はい、相手は見たんですけど、そもそも涙袋がきちんとできているので、そこまでいらなかったなっていうところでちょっと思います。マスター、うん、女の子にさ、1日だけなれるとしたら、渡るくんはどんな風になりたい？何をしたい？何をしたいかで言ったら、うん、やっぱ女に入るじゃん。そっちがいい。あ、でもなんかすごい変わってきたよ。こんな感じです。肌が綺麗です。これは、もう口紅もやって、チークもやって、なんか血色良くなって。そうですね、はい、すごい。あとちょっと、あとちょっとです。おお、整えてあげればいけます。したら運命の瞬間の、ウィッグです。ウィッグですね。髪の毛つけるよ。え、かわいいぞこれ。やっぱ元から顔がちょっと中性寄りですもんね。そうですね、やっぱちょっといろいろでも試してみたりとかして、なんかいいのかな、はい、こっちと短い方がいいか長い方がいいか。あ、そっか、うん、逆にロングの方がいいのかな。ロング、はい、いろいろ試してみるのもありですよ。はい、今こうやってなんか一緒に並んでるのが不思議な感じ。こんな姿で渡るくん、うん、なんかすごいセクシー、うん、いいと思います。あの、どうしても顔の形だけは何ですかね、女性っぽく丸みがないので、そこを隠してあげれば全然多分普通にいいと思います。見てください、この2人一応カップルなんですよ。なんか女同士で一緒にいるみたい。あ、私女同士っていうか元男の子だった。もう今更つけない。あれ、渡るくん足閉じないと。女の子でしょ。ベロダメだって、やばいよ。すげえな、マンティーだ。いや、これ18禁だから。今から3、2、1って言うんで、それと同時に目を開けてください。いきますよ、はい、3、2、1どうぞ。角度を
意外とあのまた刃とかがいいですよ、これ笑った顔も。え、どうですか実際に女装してみて。いや、なんかもっと高められたなって思う、正直。なんかどうしても男だからさ、ここの顔の頬骨とか削ろうかな。え、そう、なんか欲がちょっとだけ出てきちゃった。誰か似てるね、本当に。誰かって誰なんだ。なんだろう、これ来たまっえ、ワナルどうしたの。なんで自分からエレベーター乗ったの。いや、ちょっと歩こうよ、外の空気。すいません。要はあれでしょ、見せびらかしたいんでしょ。どうぞ。何いきなりメイドみたいなって。要はあれでしょ。ありがとうございました。おいおい、なりきってんじゃないよ。じゃあちょっとまたこうデートしよう。いいわよ。なんだそれ。え、どうですか今街歩いて。なんか本当にマジで勉強になるの。あ、勉強になる、うん、普段のスーツで歩くのとなんか全然違うね、見え方が。いや、やっぱ違うよね。ちょっとヒールが慣れないんですけど。あ、そっか。じゃちゃんとあのモデルウォークみたいにしてみて。じゃあちょっと、やっぱさ、ヒールってどう。女性の人ってヒールさ、ね、仕事中ずっと履いてるじゃん。尊敬しない。そう思うと。すごい。え、てかね、ほらほら、バランス取れないもんでしょ。すごいよ、ほらね。いや、いい企画だよ。うん、またこう腕組みます。はい。え、なんかやばいね。私の方が可愛いんじゃない。あ、負けたかもしれない。って言ってもうちらあれだからね、生物学上 男だからね。確かに。確かにじゃねえよ。じゃあ渡る、お店に、あ、渡るお店に帰るんだけどさ、寂しい。男の子に戻るの。そうだね、このまま、夜の街を駆け抜けたいね。だそうです。慣れないヒールで。お、なんか歌詞みたいだね、うん、この夜の街を駆け抜けたい、慣れないヒールで。だっせ、なんかバタコクソだぜじゃん。なに急になんか背筋伸ばしてモデルウォークしちゃって。ナンパ待ち。やめてよ、渡るは私だけだもんな。返しに行かなきゃ。返すの。いや、オープニングとのテンションの差よ、これ。どうやらいさなな、まさかクソになったんじゃないだろうな。いや、帰るよ。よし、帰るよ。今、決別した、自分と。何何何、女性の自分、渡子と決別した。本当に。また会おうね。今日ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。どうですか実際、はい、マーさん的に、はい、渡るくんはその素質ありますか。それともなんかもっとここを変えていったらこれ今よりももっと良くなるみたいな。あ、いいところからまずいくと、はい、涙袋、一応これ今書いてるんですけど、はい、そもそも涙袋あるので。あ、なるほど。これ全然活かせるのですごい可愛いのができると思います。で、眉毛が、まあ、これちょっと今髪の色と違うんですけど、形がいい眉毛してるので、る周りを整えてあげれば、なんだろう、よりもっと一種な女子になれるかなと思います。あ、なるほど。だから眉毛は結構大きいですもんね、はい、変化が。そうですね、輪郭も綺麗だし。輪郭も、はい、ここは消せないんですよ、男性ってどうしても。あ、なるほど。なんでウィッグとか、まあ、ボブとかでちょっとしてあげればもうそれはもう基本解消できるので。なんで、そうですね、悪いところも整えてもらえれば。あ、なるほど。じゃあ眉毛を整えたらいけるかもしれないっていう。はい、全然全然いけると思います。だって実際さ、カメラでこうやって見てみ、ほら、見てみ、可愛いんですよ。可愛い、可愛いな。なので、今日からこの店員さんって働きますか。一緒に明日から。ありがとうございます。今回ですね、ご協力していただいた女の子クラブさんの情報は画面の下に、リンクあります。ぜひそちらを見てください。本当今日ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回の動画が少しでも楽しいと思っていただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、あとノート、私と渡るやってますので、そちらの画面の下からぜひフォローお願いします。お願いします。なんか、Twitter とか何かやられてますか。あ、Twitter はい、やってます。あ、そしたらじゃあ、まーさんの Twitter も画面の下にありますので、そちらもぜひチェックお願いします。また次の動画でお会いしましょう。